夏休み中、とある図書館の前にて。ああ。ひるきくんどうしたの？そんな心で落ち込んだりして。図書館に来たんだが、臨時休館で入れないんだ。知ってる。今図書館でリニューアル工事してて、当分使えないらしいの。ところでそれって、いつまで続くんだ？確か、今月いっぱいって言ってたら。ああ、来月まで使えないのかよ。まったく困るな。どうして？一ヶ月なんてあっという間よ。俺、競技有研究の下調べのために、ちょっとここで本を借りようと思ってるんだ。そうだったの。だから夏休み中に図書館に行かないと、自由研究が終わらないんだ。だったらスマホ使って調べたらどうなの？